MLB、ドジャース4、0W ソックス、日本時間27日、シカゴ、ドジャースの大谷翔平投手は26日、日本時間27日、敵地、ホワイトソックス戦に1番、指名打者で出場し、2試合連続の先頭打者団となる25号を放った。これで直近10戦8発の量産体制で、ファンは被弾した投手やベンチにいる味方選手のリアクションに注目。みんな呆れとる。 皆さん、お手上げですわ、と声を上げている。実際の映像、敵も味方もアングリ2試合連続戦闘で、大谷翔平の133メートル特大弾第1打席で大谷は、エリック・フェッディー投手から特大弾を放った。打球速度113.9マイル、約183年3月キロ、飛距離437フィート、約133年2月メートル、角度26度だった。 この一打で今季100安打に到達。さらに、10試合連続打点は球団新記録となった。打たれたフェッディは呆れた様子で打球の行方を見つめている。チームメイトのリアクションは様々。ベンチスタートのウィル・スミス捕手は冷静に拍手、ボビー・ミラー投手は苦笑いを浮かべている。特大弾を連発する大谷を異形の念を持って見つめているようだ。SNS には、 チームメイトもああもう、ハイハイみたいな感じなの面白すぎ、味方もドン引きしてる、味方のリアクションから大谷翔平選手の凄さが伝わってくるわ、味方も呆れてるとコメントが寄せられている。無双モードに入った大谷、その躍動に敵味方関わらず驚いている。